はい、皆様こんにちは、こんばんは。てるてる百貨店てるかいざーです。今日はね、久々の食玩買ってきました。何を買ってきたかというとね、こちらになります。全部ね一緒なんでね、一個だけ、お見せしますと、こちらミニプラになります。バンダイナムコさんから出ている食玩で、ミニプラの、ブンブンジャーロボという形になります。今ね、テレビ朝日で放送しているあの戦隊ものになりますけど、新しくねブンブンジャーという形でね、変わりまして、そこに登場するねこのロボット、ブンブンジャーロボがね、出ました、発売されましたので、今日はこちらね買ってきましたと。ちょっといつもはねあんまりあの戦隊ものね、このミニプラって買わないんですけど、ちょっと今回のねミニプラね、このブンブンジャーロボに関しては、トラックっていうのがね、トレーラーですかね、トレーラーと車がモチーフになっていて、これがね、変形合体していくのでちょっと面白いなと思ってね買ってきました。ブンブンジャー自体はね、なんかこんな顔がね、タイヤのホイールみたいになっていて、面白いね、面白いって言い方しちゃ失礼かもしれないしね、かっこいいね、戦隊ものになっているんですけど、これがね乗る、こちらブンブンジャロボね、こちらもパッケージになってますけど、これが結構ねあのトランスフォーマーをね、なんかイメージするようなね出来になっておりまして、まあ、こんな感じですね、後ろパッケージになってまして、このトレーラーね 1,2,3,4 合体させて、で 5,6 のねこの、なんだろうな、車ね、二つの車が、両手に合体して、このブンブンジャロボになりますというふうになりますね。1,2,3,4 何売ってるかというと、こちらになります。はい。いつもの通りね、戦隊物のミニプラに関しては、だいたい1番から6番の、分割で販売しておりまして、1番、2番、3番、4番、5番、6番となっていて、今回はね、この1番から4番を集めると、こちらのね、白いトレーラーになります。で、このトレーラーが変形するとね、こちら、ブンドリオ・ブンデラスっていうんですかね。はい、こちらのロボットになりますね。あと、このゲートモードね。ゲートモードとこのロボットになりまして、さらにね、この5番と6番、2つのね、青とピンクの車が、あるんですけど、これを合体させるとね、こちら、両手に合体させると、このブンブンジャロボという形になりますと、といった感じですね。ここに番号が振ってありまして、1,2,3,4 でトレーラーと、ゲートモードとこのロボット。で、1番から6番まで全部合体させると、このブンブンジャロボになるといった感じになっておりますので、ちょっとこちらをね、ご紹介できればなと思っております。あと、ロボットと違うところ、ロボット以外で言いますと、1,2,3,4 番にはヒーローの、プレートが、付属しておりますと。こんな感じでね、ヒーローロボットがあのプレートでね、入っておりますという感じなんでね、まあ必然的に全部買えば、全部揃いますという感じですかね。はい。で、パッケージに関してはね、よくあの食玩でね、どれか一つが入っておりますというのがあるかと思うんですけど、このあのね、ミニプラ、ブンブンジャロボに関しては、ここにね、ちゃんと1番が入っておりますというふうになっているので、今回ね、こんな感じで、1,2,3,4と、これでね、一旦トレーラーは完成する感じですね。3、4と。はい、この4つが、まず入って、揃っております。で、5、6でね、これパッケージではわかんないんですけど、番号がちゃんとここに書いてありますからね。5、6がこの、青い車とピンクの車と、といった感じになっておりますんでね、ちょっとこれをね、開けて作っていきたいなと思っております。で、完成したらね、ちょっとお見せできればなと思っております。いつもの通りね、私に関しては、素組みという形でね、やっております。今回に関してもね、このブンブンジャロボは買ってきて、どういう出来栄えになるかっていうのをね、まあ、そのままお届けしようかなと思ってやっておりますんでね、まあ、特段何かをあの加工したりとかいうのはありませんのでね、参考にしていただければなと思います。はい。じゃあ、まずパッケージをね、開けていきましょう。ね、中身がね、じゃあどういう風に入っているんだっていうのはね、まあ、お父さん方も気になると思いますんでね、じゃあこちらね開けてみていきたいと思います。はい、じゃあこれね、組み立てていきましょうかね。はい、上のところにねミシン目になってますので、まあ開けますという感じですね。
はい。で、箱の中身はね、まあ、こんな感じで入っております。一応食玩なんでね、こちらね、食玩という形でラムネが入っておりますね。はい。これは後でね、美味しくいただこうかなと思っております。はい。まず1番ね、開けるとこんな感じで、袋に入っております。ランナー的にはね、ランナーっていうのはこの、組み立てるね、あの部品がくっついているこのフレームのことを言うんですけど、ランナー的にはね、3枚から4枚ぐらいのね、構成になっております。はい。中にはね、一応説明書らしきものが入っているんですけど、これにはね、この説明書らしきものは、こちらのゲートモードと、あとはこのブンブンジャーロボにね、変形するまでの円形合体の、冊子がついております。まあ、さほど難しくなさそうなんですけどね。こういうものが入っております。じゃあ、ね、こちら。これ、こんな感じでバラバラになっているのをどうやって組み立てるかというのものに関してはね、こちら、このパッケージのね、裏に入ってまして、確かね、ミシン目がね、ここですね、ここにミシン目がついているので、これをね、綺麗に、まあ、これね、指でね、押せば、綺麗に開きますからね。で、こちらね、下のところもね、こんな感じで、下はね、ミシン目が入ってるのかな？入ってますかね？はい。こんな感じで開けていただければいいかなと思います。はい。こちらの方にね、基本的には作り方が書いてあります。そんなに難しくないんですけど、途中組み立てるときにね、顔とかシールをね、このタイミングで貼った方がいいのかなっていうのがいくつかありますからね。まあ、これを順番に組み立てていくといった感じになっております。はい。で、パーツの構成ですね。こんな感じで、できております。これね、なんでしょうね、お子さんだけじゃなくてね、私たちね、大人の世代でもね、十分楽しめる、キットになってまして、昔この食玩のね、おもちゃって結構なんでしょうね、山にできていて、おもちゃとしてね、遊べないような、結構、質感のものがあったと思うんですけど、最近ね、これちゃんとね、軟質的なね、プラスチックになっております。なので、普通のね、ここら辺に並んでるね、ガンプラと同じようなね、質感になっておりますね。っていうのもね、こちら、バンダイさんがね、バンダイナムコさんがまず発売しているんですけど、ここに書いてある通りね、ミニプラというものになっております。ミニプラっていうのはね、結構これ以外にもね、食玩でいろいろ出ているんですけど、やっぱりね、質感がね、プラモデル、もうプラモデルと同じような質感になってますんでね、完成品もね、楽しく遊べるかなと思っております。で、ちょっとね、これお子さんがね、遊ぶ対象年齢がね、何歳かな、3歳以上って書いたんですけどね、これもうミニプラになっちゃってるので、作るときはね、このニッパーで、これ切り離した方がね、いいと思います。手でもね、取れなくはないんですけど、やっぱりね、部品的に割れちゃうものもありますし、できたときにね、合体変形ロボットになってるんで、やっぱりバリがね、気になっちゃってね、場合によったら、うまくね、変形できない場合がありますんでね、バリっていうのはこのランナーから外した時の、なんでしょうね、つなぎ目みたいのがね、残っちゃうとね、引っかかっちゃうんでね、そういった感じなので、なるべくニッパーでやった方がいいと思います。で、このプラモデルはね、こちらに番号がね、書いてあると思います。A のいくつって書いてあると思うんですけど、基本的にはね、このランナー一つ一つ、ここに A のランナーとか、はい、こちらにね、B のランナーって感じでね、どっかしらにね、ランナーにね、必ず、A パーツ、B パーツはどこにあるのかっていうのが書いてあるんでね、まあそれを見ていただければね、まあ大体作れますと、いった感じになっております。あとはね、まあ大体この A のランナーの中ね、A のランナーの中で、大体1番からね、まあ順番に作るようなね、まあ大体作りになってますからね、これをよく見て、作っていただければと思っております。やっぱりこうニッパーでね、こう切るときのね、怖さっていうのは、
これ切っちゃいけないところね、あの変形パーツのところでね、切っちゃいけないところがありますからね、そこは気をつけてほしいなといった感じですね。これ D のランナーですね。で C のランナーはここにありますとね、言った感じで結構ね色分けされてますからね、これだけでもね、白、黒、シルバーって感じでね3色に分かれていますからね、まあ、そこそこのね、出来栄えにはねなるんじゃないかなと思います。今ね、まあ、こんな感じで作っておりますという感じですね。はい、こんな感じでね、はい、結構ねプラスチックなんでね、プラモデルなんでね、結構出来栄えは、いいんじゃないかなって感じですね。今ねこれあれね、トレーラーの部分のねロボットの、顔でね組み立ててます。でここに関してはね、気になる人はねまあ、塗装してもいいかなと思うんですけど、今回に関しては私素組みではありますけど、こちらシール貼っていきたいと思います。でちなみにさっきのプレートね、プレートに関してはこれ、こんな感じのね、はい、こちらにシールをこれを貼れば、プレートがね、できますといった感じになってますね。はい、じゃあこんな感じでね、一つ一つ組み立てていくんですけど、まあ、基本的には1番から6番こんな感じで組み立てていくといったものになってますんでね、じゃあ一旦ねこれ1番から6番を、組み立てていきたいと思います。はい、それではね完成しましたので見ていきたいと思います。まずねこちらの、順番にね、見ていきたいと思います。今なんで広げてんだってこれね、冒頭で言った通りね裏が説明書になってるのでちょっと開いております。で、まずねラインナップね、1番に関しては、こちらになりますね。はい、こちらと、あとねこちらボディの部分とあと顔ですかね。はい、以上になります。ちょっとこちらではね、1,2,3,4つになってますけど、後ろにもうくっつけてあるんでね。はい、こちらの、3つになっております。こちらですね。ブンブントレーラー A という形でね、こちらが完成しております。はい、こちらの3つですね。続きましてね、こちらですね。ブンブントレーラー B ですね。B に関しては、2人ですかね。はい、こちらの、2人と、あとね、両手ですね。はい、こちらの2つになっておりますね。はい、続きまして、このブンブントレーラー C ですね。はい、C に関しては、ちょっとこれね、横に避けましょうかね。こちらですね、背中のレールの部分ですね。あとは、こちらは関節、腰回りですかね。はい、で、あとは、これはね、どれだ？あ、これだったんですかね。これこっちですね。はい、この、ね、3つが入っております。で、最後にブンブントレーラー D ですね。D は、この足の部分ですね。と、こちらですね。はい、これがね、以上の、1、2、3、4番になります。こちらですね。はい。で、あとはね、こちら5番、6番に関しては、こちら。この2つがね、ちっちゃいですけどね、この2つの車がついておりますというふうになっております。はい。これがね、この、ブンブンジャーロボですかね。ブンブンジャーロボの、全貌になります。じゃあ、こちらの1、2、3、4でね、トレーラーにね、していきたいと思います。トレーラーの完成はね、こちらにあります。じゃあ、組み立てていきたいと思います。はい。じゃあね、ちょっとね、いじりながらやりましょうかね。まずこの、ちょっとブンブンジャーはね、こちら、並べさせてもらってと。まあ、基本的にね、素組みという感じでね、まあ、買ってきてそのまま、やってますんでね。まあ、私がね、ちょっと手際が悪いなと、まあ、思ってもね、その辺はね、ご了承いただければと思っております。ここですね。この部分に、このね、レールをつけるみたいですね。はい。こんな感じでね。はい。レールをつけます。先ほど言った通りね、こちら結構ね、しっかりしたね、プラモデルになってますんでね。はい。こんな感じでね、ここ真ん中にね、
おすすめスがついてるんでね、これで、まあ、パチンと止められますという感じになっておりますね。はい、でこれはね、組み立てたら、これね、なんかこれレールをね後ろに持ってってますね。はい、これがね、移動するみたいなんですけどね。はい、動かないですね。ちょっとねもう一回見ましょうか。ね、つけたらスライドさせるというふうに書いてますね。これでもね、ここをスライドするのかなって、あ、これね、しましたね。はい、こんな感じでスライドして、今度逆にこっちがパチンと止めるみたいですね。ここね、止まってたみたいですね。で、止まって、移動したらこれをね、下に、こんな感じで向けると、そうするとね、トレーラーになりますという感じですね。結構ところどころね、パチンパチンと止めるものがあるので、結構ね、強くやらないといけない部分があるんでね、その辺は気をつけていきたいと思います。ここになったらね、今度このトレーラーの横にですね、手をつける形になります。これがね、手はね、気をつけてつけないとって感じですね。これでいいんですかね。はい。まあ僕がね、こんな感じでね、まあ緩くやってるんでね、絵をね、元にやっております。今度この横にね、この手を止めて、後ろにパタンと倒すという感じになっております。本当合ってんのかなって感じですけどね。ここにこれをね、はめるみたいですね。パチンと止めて後ろに倒すと。これで、手がね、両手が後ろに収納された感じになりますね。はい、合ってますかね。はい、合ってますでしょう。そしたらね、今度、ブンブントレーラー C ですね。3番をね、つける感じになります。こちらですね。非常にね、難しい。ここかな。こうして、これをね、あ、ここですね。ここにありますから、ここにこれをね、刺す感じになりますね。はい。はい。これとね、これではめますと。で、最後に、こちらね、一番この部分ですね。この部分をはめていきますと、なんかこれトランスフォーマーのね、なんかね、コンボイにね、なんか似た感じですよね。そもそもね、これでね、合ってんのかと、言った感じではありますけど、こっちですね。はい、こんな感じではめていく感じになると思います。こちらに黒いボッチンがあるんでね、これをここに、ね、差し込むといった感じですね。はい、こんな感じでね、これもね、外れちゃうんでね、もうこれで刺した方がね、いいですね。初めからね、こうやって刺した方が早い。ね、ゆっくりね、慎重にね、はめて、それで、後からね、パチンと止めると。はい、これでトレーラーが完成しましたね。若干ね、なんか形がいびつなんでね、うまい具合にこれを整えていくと、綺麗になると思います。まずトレーラーに関してはね、まあ、こんな感じになっております。ちょっとね、ここいびつなんでね、後で、綺麗に整えればいいと思います。ここのね、下の下足の部分は、直線なので、多分この足の部分ね、あとこの中に収めている手の部分がね、多分ちゃんとまっすぐになってないので、こういういびつな形になってますけど、これでね、綺麗になりましたかね。はい、こんな感じになっております。これ全部ね、全面的に今回はシールで貼っておりますが、ね、綺麗な形になっているかなと思います。はい、横からです。後ろ。で、両サイドですね。で、上から見てもね、しっかりしたね、トレーラーって感じですね。で、下から見ても、シャーシの部分は綺麗になっておりますね。はい。で、最後に、車2台と、いった感じになっております。じゃ、これをね、変形していきますかね。なんかね、もうちょっと一汗かいちゃった感じですかね。はい、ブンブンジャロボっていうよりかね、ブンドリオブンデラスへの変形って感じで、このゲートですね。
ゲートに関しては、非常に簡単になっておりまして、これなんかね、両サイドにね、これ先ほどパチンって止まってたんで、これをね、まあ、こんな感じで止め、やって、で、あとここもね、パチンと止まっているので、この部分をね、うまい具合に、広げるといった感じですね。はい。こんな感じでね、はい、広がりましたと。はい。これでゲートになるみたいですね。で、あとは、これのね、ゲートでね、ゲートの仕方はね、書いてないっすね。まあ、ただこれでね、なんかくるっと回してみたいな感じで書いてありますね。はい。これが多分ね、なんか開くんですよね、上に。まあ、こんな感じで開いて、で、確かここをね、なんかこんな感じでね、やってましたよね。はい。じゃあね、まあ、ゲートはちょっといいでしょう。皆さんやってるんでね、ロボットいきますか、ロボット。ね。ロボットに関しては、ね。なんか普通に畳めばいいだけみたいですね。本当かな？これをね、ちょっとね、ここまで広げましたと。広げたら、これをね、回すというふうに書いてありますね。これを回す。回すと書いてあります。完全に回し切っちゃうのかな？こんな感じでね、回し切っちゃうと。回し切っちゃうと。で、回し切ったら、これとこれを逆ですね。逆に回して、これをパチンと止めればいいだけですね。こちらのね、中をね。そうすると、もう腕の部分がね、こんな感じで出来上がっております。はい。で、足もね、こんな感じで整えて、で、このレールはね、どうすんだいと。レールはどうやら下にね、入るみたいですね。はい。入って、ここの顔の部分がね、先ほど変形していたので、この部分をね、これはどうやってね、あ、これ顔はね、戻せばいいんですけどね、戻すにあたってこの顔がね、いまいちわからんと。ね。あ、後ろに持っていくみたいですね、これをね。後ろに持っていく。あ、これを、こんな感じかな。でも、こうして、顔をパチンとやると。で、これを下ろすと。はい。そうするとこんな感じでね、ロボットになりますね。これなんかガタンガタンやってるので、パチンとね、止めると。はい。これで、ロボットになりましたね。まず第一形態ですね。で、この、タイヤですね。タイヤはね、折りたためないのかな？ね。タイヤを折りたためないみたいですね。一応こんな感じになっております。で、これをね、ね、変形しましょうかね。一応ここまでは出来上がりという感じになってまして、なんかこのね、レールはね、外すみたいですね。このね、レールは後ろにありますけど、これは外すみたいです。このままね、いけちゃうのかな？なんかね、これ自体はね、左右ね、分離するんでね。はい。はい、こんな感じでね、分離するので、まあ、これは広げときますか、一旦ね。はい。で、なんか221って感じでね、広げて、刺すって感じなんで、さっきのね、ロボットの形態から、別にこのままであればね、このままでいいみたいですね。はい。で、顔ですね、顔。顔はね、これですね。これをね、はめなきゃいけないんだけど、どうやらね、この前にね、これを外すみたいですね。これをね、外して、こちらね、付け替えるみたいですね。まあ、これはね、しょうがないのかな、といった感じですかね。ん？これでいいのかな？あ、付けましたね。はい。で、顔はね、このタイヤはね、ちょっと余りという感じになってますね。はい。なんかね、ちょっといびつですが。
はい。で、こちらね、こちらは、まず、こちらね、ブンブンオフロードね、これは確かね、はい、こんな感じで開いて、で、これも開いて、で、これね、こんな感じでね、こっち向いてましたね。はい、こんな感じで、まず、組み立て、広げました。これをね、あ、ここがね、レールになってるんでね、ここに、手のここがね、レールになってるんで、まあ、これにスライドしてはめるといった感じですね。はい。で、はめると。で、今度こっちね、こっちも、確かね、この横かな。横がね、開くようになってんですけど、ね、これがね、またどうやったのかなっていうのがね、忘れちゃってね、難しいね。これをね、持ち上げてたのかな？こんな感じで持ち上げるのか。持ち上げるとここにね、手があるんでね。はい。よいしょ。こうすると手になってますからね。で、ここにスライドがありますと。こっちはこれだけですかね。特に、それ以外機構ないですね。で、これもここにはめると。はい。こんな感じですかね。はい。ブンブンジャーのロボットに関しては以上になります。はい。で、稼働範囲をね、広げるっていうのができるみたいでね。はい、こちら。腰の部分を一回外して、広げて、また差し直すということをすれば稼働範囲をね、追加できますって形なんですけど、まあ一応ね、僕の場合は、このまま、やってみたいと思います。はい、こんな感じになっております。後ろにね、黒いやつ、あれ外さなかったんですけどね、外さないで、で、ね、足回りがあって、胸があってね、顔があって、で、両手があってと、言った感じになっております。じゃあちょっとね、前の方にね、持ってきますかね。はい、こんな感じになっております。やっぱり動画撮りながらね、実際に変形してみるというのはね、難しいかなと思ったんですけど、まあ確かにね、ちょっと冷や汗かきながらやっていたんですけど、まあこんな感じの出来栄えになっております。で、後ろもね、こんな感じです。基本的にはこのね、腰の部分が左右に割れて、こうね、くるっと回転してっていうトレーラーにするって形なので、まあ変形自体はね、シンプルで簡単なものになっております。で、あとこのキット自体がね、ちゃんとね、なんだろうな、軟質ではないんですけど、プラスチックがね、しっかりしたプラモデルのね、ものになってますので、ちょっと昔のね、我々の世代の、プラモデル、食玩のプラモデルとは、ちょっと時代がね、もう結構変わったんでね、しっかりしてるなと、言ったイメージですね。はい、こんな感じになっております。ちょっとね、回転テーブルの上に乗せてね、お見せしたいと思います。はい、こんな感じでね、ブンブンジャーロボに関してはこんな感じになっております。もうもしかしたらね、ちょっとこの辺、変形違うかなとね、いうツッコミ受けるかもしれないですけどね。まあ一旦、こんな感じで完成しておりますと、言った感じでね、ご了承いただければなと思ってます。なんかこの首周りのね、この辺がちょっと違う気がするんですけどね。はい、こんな感じだと思います。ちょっとね、シールの方がね、結構使いますので、シールが気になる方はね、まあ、塗装してもいいかなと思ってるんですけど、このね、ちょっとプラスチックがね、普通のトルーだと乗らないような、プラスチックなので、塗装するにはね、まあ、それなりの、技術は必要かなって感じなので、まあ、普通に遊んでね、これ変形合体はね、結構ガシガシ遊べるような、プラスチックだと思いますんでね、遊べるかなと思います。はい、以上となります。こんな感じでね、食玩買ってきたらね、私の方で、まあ、ゆるーくやってね、本当に結構ね、こう、うまい具合に作ったりとかね、されてる方がいらっしゃるんですけど、私の場合はね、そんなに上級プラモデラーではないんでね、まあ、買ってきてね、こういう、食玩のね、今回ミニプラになりますけどね、こういうのを買ってきて、どういうね、出来栄えになるかといった感じでね、ゆるくやっていて、で、変形に関してもね、
結構かっこよくねカシャカシャやってる人がいるんですけど、まあさっき僕みたいにね結構どっかがね取れちゃったりとか、結構ねこうパーツとパーツがね、ドッキングしてるところを外すのにね、苦労したりというところをねまあもう本当にね、お届けできればと思ってやっておりますので、よろしければね、引き続き、まあ普通の人がね普通に買ってきてね作ってね、レビューしたらね、本当に皆さんがねかっこよくやってるような、ねレビューな通りレビューの通りなのかと言ったのがね見せれればと思ってやっておりますので、まあ引き続きねご視聴いただければなと思っております。まあ実際のところね、このねキット自体はねしっかりちゃんとできてるので、ちゃんとやればねちゃんと変形合体でき変形できると思うんですけど、やっぱりねちょっとカメラの前でね。こうやってお届けするとなるとね、あたふた、してちょっと場所によったらね、まあ、ポロリしちゃったりとかした部分もあるんですけど、まあ、それがね現実だと思いますんでね、まあ、そういったところも含めてねあちょっとその辺は撮りやすいんだなとかね、変形合体はね、端折ってもねこうなるんだとか、そういったところをね、まあ、緩く見ていただければと思っております。はい、キット自体はね非常に先ほど言った通り、かっこよくできているのと、やっぱりちょっとこういったところがね、最終的にどうすればいいんだろうっていうのがねちょっと説明書を見ててもねわからなかったんで、そういったところをね、今一度説明書を見て、まあ、絵の通りにやってみて、ね確かめてみるといった感じがいいのかなと思っております。はい、以上となります。今日はブンブンジャーロボ、食玩のねミニプラ、こちらの方のレビューをさせていただきました。はい、以上となります。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画良ければね、高評価お願いいたします。こんな感じでね、まあ、かっこよくできないね、ちょっとね、開封レビューですけどね、まあ、それが真実ですといった形でね、見ていただければと思っております。以上となります。てるてる百貨店てるかいざでした。バイバイ。